はい、どうもこんにちは。この動画ではただの写真でも立体的に見せたり奥行きを演出する方法をご紹介します。今回のアクションステップはこちら。今回の内容はアフターエフェクトの基本的な使い方で作っていくことができますが、これができるだけでもただ写真を見せるよりも人とは違った動画をガンガン組み込んでいくことができますので、ぜひともここで作って SNS に投稿してみてはいかがでしょうか。それでは早速本編を見ていきましょう。アクション。まずは新規コンポジションを作ります。名前はスライドショーにしておきます。今回はチャンネル登録よろしくみたいにしておきたいので、尺は30秒にしておきます。そしたらこの中に写真を挿入していきましょう。そしてこの写真に対してエフェクト&プリセットから色合い、もしくは色かぶり補正、ティントを適用します。すると写真が白黒に変わります。この白黒の白の色を変更することによってデュオトーンデザインのようにすることができますので、今回はセピア色にしておきます。一世風靡セピア、古いですね。今回はこんな感じで写真スライドを作る中でいろんなアフターエフェクトの機能を紹介していきます。そうしたらこの写真レイヤーを複製して前略写真の上よりもう一個写真を作っておきます。そしてこの上の写真レイヤーを選んだ状態でペンツールに切り替えてから、この人の周りをペンでなぞっていきましょう。このペンツールで人物を囲むのが今回の動画で肝となるテクニックです。さあ、するとチュパチャプスを舐めるおっさんをペンツールで切り抜くことができるようになりました。これで上のレイヤーはチュパチャプスおじちゃんだけが表示されるようになってます。そしてこの下の写真は背景として使っていきます。それではこのおっちゃんと背景を動かしていきますが、このおっちゃんを拡大させた時に下のおっちゃんが見えないように気をつけながら動かしていく必要があります。ということで、まずはこの手前のおっちゃんのスケールのメニューを開いておいてから、スケールの数値を上げて背景のおっちゃんよりも大きく表示しておきましょう。そうしたら今度は背景の方をスケールで拡大しておいてから、背景は若干左へと動かしておいて、背景のおっちゃんが隠れるようにしておきます。そしたらここで両方のスケールのキーフレームはアニメーションをオンにしてみましょう。そしたら今回は10秒この写真を表示していきたいので、10秒プラス2秒くらい余裕を持っておきます。そうしたらまず手前のおっちゃんの写真の拡大ですが、アンカーポイントツールに切り替えておいてから、アンカーポイントをこのおっちゃんの真ん中あたりに配置しておきます。そしてこのスケールのところで数値を若干上げておきます。このアンカーポイント中心に拡大されていきますので、顔を見てもらいたい時とかには顔のところにアンカーポイントを配置するといいかと思います。そしたら続いては下の背景ですが、これはスケールの数値を徐々に下げていきます。背景のおっちゃんがはみ出さないようにスケールを下げておきましょう。さあ、こうすることによって手前のおっちゃんがカメラに近づいて背景がカメラから離れていきますので、これだけで立体感が加わる見せ方ができます。今作っておいたキーフレームアニメーションは2つとも選択しておいてから、キーフレーム補助の Easy Ease や F9 を押して動きを滑らかにしていきましょう。そして速度グラフを開いてみます。そしてキーフレームのハンドルが出てきたら、これを引っ張って最初の方で速度が速くなるようにしてあげます。では続いてはここに文字を追加していきましょう。ということでテキストツールを使ってこの上に何かを書いておきましょう。今回は日本で最も有名な名言の一つでもある強くなりたくば喰らえというメッセージを書いておきます。そしたらこのテキストは背景の上に配置しておきます。写真販売するときにも使える知識ですが、テキストを挿入できるスペースを作るとこのように使い勝手が良かったりします。さらにこのテキストを背景の色と融合させていきたいと思いますので、色をスペースグレーにしておきます。そしてカラーのモード設定を焼き込みカラー、カラー版にしてあげるとテキストが背景を反映してちょっと違った見せ方ができます。そしたら次にこのテキストを霧の中から表示されるようにしていきます。ということでこの上に新規平面を作成します。そして平面をフラクタルノイズと名前を付けておいてから、エフェクト&プリセットからフラクタルノイズを探してこれを適用します。ノイズが適用されたら、まずはコントラストの数値を上げて白黒をはっきりさせておきましょう。そして明るさ、ブライトネスのところでテキスト表示のアニメーションを加えることができます。
ということで、例えば2秒のところでテキスト表示が始まってほしいとしたら、ここで明るさのキーフレームスイッチをオンにしておいてから、画面が真っ暗になるまで明るさの数値を下げておきます。次に6秒くらいのところに移動しておいて、画面が真っ白になるように明るさの数値を今度は上げていきましょう。するとこれでフラクタルノイズによる画面が明るくなっていくやつが出来上がります。そしたらこれで文字のところに移動してトラックマットを使っていきます。ちなみにこのメニューが見当たらなければ右クリックかもしくは F4 を押すことによって表示することができます。そしてこのトラックマットからルミナンスマットを指定することで文字が輝度、つまり明るい部分で表示されるようになりますので画面が白い部分に応じて表示されるようになります。なのでフラクタルノイズを反映したじわーっとした表示ができるようになります。この文字も若干動かしていきたいのでスケールのところのキーフレームをオンにしておいてからこの文字が徐々に大きくなるようにしておきましょう。アンカーポイントで中心の設定を忘れないようにしておきます。さあこれだけでもいい感じの動きが出来上がりますが、続いてはさらにここに雨を降らせて画面全体にもう少し動きを加えていきます。ということでここで新規平面レイヤーを作成して名前をレインフォールという風にしておきます。そしたらエフェクト&プリセットから CC レインフォールを探し出してこれを適用します。今回は写真が雨なのでレインフォールですが、雪を降らせたいときは CC スノーフォールや CC パーティクルシステムズ2というのを使ってみたり、もしくはフラクタルノイズを使って画面全体に霧を出していってもいいかもしれませんね。そしたらこの中のコンポジットオリジナルという元の画像と合成のチェックを外すことによって元の画像、つまり白い平面が消え去って雨が降る様子が見えます。そしたら最初にウィンドのところで風の強さを決めていきますが、今回は写真と同じ雨の方向になるようにここの数値を上げていきます。雨が多すぎると思ったらドロップスの数値を下げて雨の量を減らしていきます。節子、それドロップやない、ドロップスや。ということでこれで写真を立体的に見せるやり方は完成です。最後にこの1枚目のスライドから2枚目のスライドへと切り替わるトランジションを作成して終わりましょう。ということで1枚目と2枚目が分かりやすいようにこれらのレイヤーの色を赤に統一しておいてから2枚目のスライドで使う写真をこのレイヤーの一番下に挿入しておきましょう。2枚目のスライドは今回10秒経過したところで表示しますので10秒のところで始まるようにします。そして1枚目のスライドで使用したレイヤーはすべて12秒で動きが終わりますのでここでオルト括弧をしてレイヤーをカットしておきます。そしてもう少しわかりやすいように複製したレイヤーをここで背景用として BG、 そしておっちゃんのレイヤーをマンという風にしておきます。ではこれからトランジションを作りましょう。テキスト、おっちゃん、背景の3つを選択して P を押して位置を表示します。そして10秒ジャストのところで位置のキーフレームのスイッチを入れましょう。そしたら12秒のところにインジケーターを持ってきてこのレイヤーを3つまとめて画面左へと動かしていきます。これだとただ単に一定の速度で左にスライドするだけなのでひとまず滑らかに動くようにキーフレームをすべて選択して Easy Ease の設定にしておきます。そして速度グラフを開いておいてこのグラフの最初のキーフレームでハンドルをドラッグして後半でスピードが上がるようにしておきましょうか。すると最初はゆっくりスライドして後半で加速するようになります。この速度をもう少し早めたいのでキーフレームの間隔を狭くしてもうちょっと早く動かします。そしてせっかくレイヤーが分かれていますのでレイヤーごとにキーフレームの間隔はそれぞれずらしてみます。こうすることでトランジションの際にパラパラという感じで次のシーンへと移っていきますので通常のスライドよりもちょっと高度に見せることができます。さあいい感じに見えますね。そしたら最後にこのレイヤーに対してモーションブラーのスイッチを押して動きに合わせたブラーを追加しておきましょう。すると切り替わりにインパクトが増えるようになります。あとはこれと同じようなやり方で2枚目3枚目と作るとオープニングやエンディングで使える映像や2倍のあるスライドショーが出来上がりますのでぜひとも真似してみてください。パペットピンツールを使った表現方法など詳しいやり方は私の YouTube チャンネルのどこかにライブ配信したものがありますので詳しく知りたい人はそれを見てもいいかもしれません。さあということで今回の動画は以上です。ここまで見てくださり本当にありがとうございます。スキルを身につけ新たな世界へ挑戦するヒーローとなれ。いつか会える日を。